This could be good for me. Lately I've...さあ始まりました。本日は柴犬、埼玉犬のチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、2月9日午前10時6分 YouTube 録画しております。本日もですね、ニューヨークの株式、そちらから見ていきたいと思います。その後ビットコイン、イーサも見ていきながら、柴犬、埼玉、本日主役の2つですね、こちらの仮想通貨の分析をしっかりしていきたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。まずニューヨークダウですね、371ドル高、それからナスダックの方が178ポイント高で引けました。かなりね、大幅に値段が戻してきていますので、この辺仮想通貨に、ね、かなり追い風になるかなというふうに考えています。ニューヨークダウ先物ですけども、マイナス70ドルということで、こちらも小動きですね。だいぶ値段の方が、ボラがね、今日上がっているボラは大きいんですけども、全体的にちょっと言えるのは、落ち着いてきたなっていうところがこの辺からも見えるかなと思います。以前相場が荒れていた時っていうのは、ダウ先物が例えばマイナス300ダルとか300以上ですね、500ドルぐらいの安い状況だったりとか、ここがですね結構大きかったんですけど、ここがかなり2桁ぐらいになっていることが多くなってきましたので、かなり落ち着き取り戻したんじゃないかなと思っています。まあ、そのような影響が仮想通貨にもね、好影響ということで、まあ、かなり値段が回復基調にあります。このビッグ指数ちょっと注目してください。21.44、マイナス 6.2% というところありますけど、このビッグスというのは恐怖指数とも言われたりします。まあ、いろんな恐怖があって、まあ、地政学的リスクだったり、金利でね、株とか仮想通貨が下がってしまう。まあ、そのような恐れとかを合算して、まあ、表したようなものということで、まあ、ちょっと恐れを表している指数と覚えていただければと思うんですが、今日 6.2%。それからこの上がっていた時ですね、まあ、ビックスが上がっていた時は大体30を超えた状況だったりすると、仮想通貨とか株式は向かい風になってしまいますので、かなり値段が崩れていくということが多いです。まあ、今日はこれが逆に下がっているということなので、まあ、株式だったり仮想通貨には逆に追い風になって値段が回復してきているようです。それではビットコインですね、こちらも見ていきます。はい、ビットコイン今ですね、510万円ぐらいで推移しております。だいたい今日は 7% ぐらい上がっているんです。5% ですかね、失礼しました。上がっております。状況的にはかなりいい状況かなと思います。それからイーサですね、こちらの方が、失礼しました。こちらがビットコインの今日の価格になります。今510万2000円ぐらい、それからイーサの方が36万1000円。それぞれ今日ですね、0.5% ぐらい。ビットコイン上がってます。それからイーサの方が 0.3% 上がってます。ちょっとこれコインチェックの方で今見ているので、少しずれがあるかもしれませんけども、大体今 1% 未満の動きということですね、双方ともに。まあ動きとしては双方ともに上がってきている中での、まあビットコインで言えばプラス、それからイーサも今プラス陽気になってますけども、かなりこれは状況的には改善されたというか、かなり強いとも言えるかなと思います。ビットコインの方もですね、今チャートを見ていくと、少しね、510万円のところで揉み合いしているような状況なので、また上に行くとしたら525万円ぐらいを想定しています。状況的にはかなりいいと思いますね。それでは今日の主役の2つ、このビットコイン、イーサ、それから株式が非常に動きがいいということを受けてどうなっているか、しっかり見ていきましょう。はい、こちらが柴犬になります。今日は 2.4%、さすがに今日は下落しているということで、0.003669 ということで、だいぶ値段がね、回復してきましたよね。昨日から見ていくと、今日はちょっと安いように見えるんですけども、昨日 20% ぐらいまた上がってました。その前の日もね、20% 以上上がってたような記憶がありますので、まあこの 5% っていうのは、いかせん、まあ当たり前といえばね、まあずっと上げるってことはまずないので、まあこれはちょうどいい調整になっているのかもしれません。まあちょっと 5% 下がってしまったということで、嫌だなという形の方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、状況的にはかなり改善してきたなというところは、ここ数日の動きを見ていると感じました。で、この柴犬のチャート分析ですね、最近ちょっと連続で上げてるんですね。で、1週間前ぐらいに柴犬そろそろ上がるかもしれませんという動画を作ってみたんです。その後ですね、20-30% 上がって、まあ、全体で 40% ぐらい上がったんですかね。状況的にはかなり良かったなというところなんですけども、その時にご質問ちょうどいただいてたんですね。その後の動画だったかもしれませんけども、実は埼玉犬を持っている。
どう思いますかというね、ちょっと、まあ、直球なご質問で、大変今ちょっと苦労されていらっしゃるみたいな、ちょっと前に高い時に買ってしまったということでしたので、ちょっと不安に思われていたのかもしれませんけども、ご質問いただきまして、ちょっとその時の回答をね、文でさせていただいたんですけども、今回ちょっと動画にまとめていきたいなと思いますね。その視聴者さんの方プラス埼玉ね、持ってる方も多数いらっしゃると思いますので、ちょっと、埼玉とか、紀州とかいろんな仮想通貨ありますので、ちょっとそこに向けて、お伝えしていこうと思いますので、埼玉犬をちょっとしっかり見ていきたいと思いますね。それから、ちょっと柴犬のね、冷やしも見ていきたいと、この柴犬に関しては数日前にも上がってます。そちらもよかったら見てみてください。あまりそこからは動いてないように思いますけども、かなりね、今値段が回復してきておりまして、ちょっと今揉み合いかなっていうところなんですけども、ここでまた上に行けるとね、ちょっと面白いかなと考えてまして、だいぶ値段が右肩上がりでちょっと回復してきているようなところが鮮明かなと思いますので、ちょっと柴犬ってまだまだ終わってなかったんだねっていうのが、今ね、メッセージとして発信したいのかもしれませんね。柴犬の仮想通貨のホルダーの方たちも。ちょっと楽しみですね。ちょっとじゃあ埼玉犬しっかり見ていきましょう。はい、今日の主役です。こちらが埼玉犬、15%超える上昇ということで、0.00003441。実はですね、昨日埼玉と柴犬の動画ちょっと作ってみたんですけども、ちょっとあまりにもね、なんかこううまく撮れてなかった、音声とかがちょっとこう乱れがありまして、逆に別のものに切り替えてみたんですけども、その時も埼玉ちょっとね、触れていたんですが、埼玉ってやっぱりこう日本の方にね、向けた仮想通貨だなってちょっと常々思っているので、ここがですね、今日は上がっているんですけども、上がり続けるってことを考えると、やはり日本の方だけではなくて、海外の投資家の方たちに埼玉が認知されていくっていうのが非常に大事なのかなって考えています。ですので、埼玉だけがね、単独で上がっていけるっていうことはちょっと厳しいかなってやっぱり今でも思うんですね。ですので、埼玉がその視聴者さんが買ったぐらいの値段がちょっといくらかまではわからないんですけども、高値付近なのかもしれませんよね。そこに戻っていくということをもし達成することができるんであれば、やはり条件がいくつかあるのかなって考えます。仮想通貨、この埼玉、やはり日本の仮想通貨のイメージが非常に強いですから、やはりいろんなところに上場したりとかすることももちろんなんですけども、仮想通貨全体がですね、やっぱりこう上がっていかないことには厳しいと思いますね。全面高になって、埼玉も爆益が取れるようなイメージ。これが一番、逆に言うとそれしかないんじゃないかなって思うぐらい、状況的には、楽観視はできないのかなって思っています。こんな感じでかなりね、急激な買いが入ってきているので、やはり動くときには動くということで、まとまった資金が入るとこのように動きますので、非常に面白いかなっていうのは反面思うんですけども、ただね、上げる材料としてちょっといくつかどこがあるのかなと思うとね、なかなかこう思いつかないんですよね。やはり童子柴犬、このあたりがまた賑わせてですね、犬系の仮想通貨を全体を盛り上げていってくれないことにはですね、なかなか難しいんじゃないかなってちょっと思います。チャートを見ても、なかなかこう動きが読みづらいなというところでありまして、1週間のチャート見ていきましょうか。こんな感じで、かなりね、値段回復してきてます。ここの左の方の高値ですね、0.00038 ですか。ここを超えてくると、ちょっと一段高もあり得るのかなって、ちょっと個人的には思いますので、皆様ホルダーの方はこの辺を意識する必要はあるのかもしれません。0点、もう0、0がちょっといっぱいありすぎて 噛んじゃいそうですけど、0.00003800 ですか。この辺をちょっとね、超えてくると、面白いんじゃないかなって考えますね。超えていけそうな勢いはありますよね。でもね、見てるとね、ちょっと期待してもいいかもしれません。このような状況で、かなりね、柴犬も同様に下がっていたんですね。高値からずーっと下がっていて、少し戻そうとするんだけども、売り圧が強くてずーっと下げていました。で、柴犬が動いて、道場もなかなかいい動きですよね、最近。それから、ちょっと犬系では関係ないかもしれませんけども、長く眠っていた XRB がですね、急に動き始めたというような状況もありますので、ちょっと下げすぎていたリバウンドっていうのも当然あると思うんで、逆に言うと埼玉、これから買うんであればっていうふうには思いますよね。その高値で買っていた方がちょっと苦しんでる状況っていうのがありますので、道場もそうですし、柴犬もそうなんですけども、状況的にはずいぶんもう安くなっているというのは、
これは歴史とした事実がありますので、まあ、ここから買うんであればリスクはそんなに高くないかなって思いますし、まあ、若干利益上げられる確率は高いかなって考えています。ただし問題が一つあるのは、先ほど言ったように埼玉が個人的にこう個別で上がっていくっていうのはなかなか難しいと思うので、やはりポートフォリオですね、まあ、ジャスミでもお伝えしているんですけども、ここをメインっていうのは非常に危ないと思う、リスクめちゃくちゃ高いと思いますので、まあ、自分の、まあ、ビットコインとかイーサーとかいろんなものをたくさん持ってると思いますので、皆さんもね、その中の空き物件っていうかね、まあ、5% ぐらいの分で埼玉を買うっていうのをお勧めします。それからこちらも、まあ、それまず 5% っていうのはちょっと頭の、まあ、10% から1% ですかね、まあ、私は 5% ぐらい未満でもいいと思う、 3% ぐらいでもいいのかなと思うんですけど、まあ、考え方としてはそれぐらいというイメージです。まあ、10% はちょっと多いかもしれませんね。 5% やっぱり未満を推奨します、まあ、買うんであればですけどね。ただし問題が一つ、もう一つあります。定期的なお給料とか、これがある方だったらいいです。まあ、フリーで仕事されている方も今多いので、そうするとね、ちょっとその収入が不安定かもしれないじゃないですか。まあ、コロナも今ね、どんどんまだ拡大してますので、定期的にサラリーマンとかで お勤めになっている方で、お給料が毎月決められた日に入ってくる方であれば、埼玉犬を毎月お給料日に買うとかで対応するのは、これは非常にいいと思います。ただそれじゃなくて、フリーの方で余裕があんまりないとか、ちょっと仕事のめどが分かんないよ、半年後分かんないよ、ちょっとどれぐらいのお客さんがねキープできるか分かんないよ、もっと増えるかもしれませんけども、ちょっと 未確認というか分からない方はあんまりお勧めしないですね。正直定期的にきちんと入るという方であれば、まあ、積み立てていくのをお勧めします。ただ分からないという方はやっぱり埼玉をそこで買うのはちょっとリスク高いのかなって思いますので、まあ、下がっていっちゃうかもしれないので、積み立てていける余裕というか、そのシステムに乗っかっていれば下がった時にまた買えますからいいんですけど、そうじゃなくて単発になってしまうと、やっぱりずるずる下がっていっちゃう可能性も、もちろん草コインとしてね、もちろん今存在しているということはあると思いますので、まあ、ずる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 、まあ、ビットコインとかイーサーがまた模索していっちゃうかもしれないじゃないですか、下に。その時にこれ下がっちゃうと思うんですよ、埼玉、正直。そうした時に単発でですと、その買ったものをね、下がってきてしまうと売ってしまうっていうことが一番考えられるんで、それは防いだ方がいいんじゃないかなっていう考え方ですね。まあ、ですので、まあ、例えば ETF とかみたいに積み立てていけるような仕組みに乗っかっているんであれば、そういう形で下がった時も安く買えるので、まあ、長期的に見ると負けないんじゃないかなと思うんですけど、単発で例えばまとめてガツンと買ってしまうと、ガツンと下げた時に、まあ、埼玉やっぱりまずかったってことになって、埼玉を見限ってしまうという形を防ぎたいので、まあ、ですのでそういう形でお勧めしたいと思います。まあ、買い推奨でも全くなくて、アイデアとしてちょっと取り入れていただければ、投資は本当に自己責任でお願いいたします。まあ、そんな感じで埼玉も、それからまあ秋田とか紀州とかもフローキーとかもありますし、まあ、いろんな仮想通貨犬系もあるので、まあ、皆さんのなんか好きなものをね、少し数パーセントまあ、楽しむという意味でも、犬系の仮想通貨っていろいろ楽しいと思いますので、持ってるだけでもなんかちょっと楽しい気分にはなれるかもしれませんので、まあ、そういう形でちょっと楽しむ仮想通貨と、まあ、なんて言うんでしょう、メインの仮想通貨ちょっと振り分けて、まあ、仮想通貨もいろんな楽しみ方があるので、まあ、仮にこういう柴犬とか、それから埼玉とか、まあ、秋田、まあ、柴犬の方はちょっとね、結構人気も高いし、ランキングもかなり10何位なんであれなんですけど、まだまだ下のやつってあるじゃないですか。それを少し楽しみとして持つっていうのは面白いかもしれませんよね、アイデアとして。で、こういう仮想通貨ってやっぱりまだまだ値段が本当にわからないので、まあ、それこそ10倍とか、もうそれ以上とかね、あり得るので、まあ、そういう形で持っておくのも一つ、もしかしたら有効なね、投資になるかもしれませんので、ぜひちょっと検討するだけはしてみてもいいかなと思います。まあ、犬系ほどに埼玉とか、以前取り上げたフローキーとか、いろんなのベイビードージとかいろいろありますからね、まあ、自分のちょっと好きなものが見つかれば、そこをちょっと積み立てていくのも非常にいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日埼玉ですね、取り上げてみたんですけども、まあ、このようにですね、何かわからないこととか、ちょっと聞いてみたいものがあれば、コメント欄の方にちょっと書いておいていただければですね、ちょっと面白そうだなって私も思えれば、もしかしたらチャート分析、いつかのタイミングでやらせていただくかもしれませんので、お気軽にコメント欄の方もぜひお手数ですけども、何かね、あれば書いておいてください。よろしくお願いします。
はい、ということで今日はですね、柴犬、特にちょっと今日埼玉のね、ところに時間をかけてみたんですけども、犬系ちょっとね、復活ののろし結構上がってますので、今後もね、注目していきたいなと思います。また何か面白そうな犬系の仮想通貨だったりとかがあれば、ぜひご紹介させていただきますので、チャンネル登録ね、まだの方はぜひこの機会にしていただいて、一緒に仮想通貨楽しんでいきましょう。ということで今回もこちらの動画最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。